この駅は麓から来たケーブルカーからロープウェイの乗り継ぎ駅にあたり、普段は人であふれていますが、今日は終日運休ということもあり、人の数はまばらです。この時期は1日6000人が利用するということですが、運転再開の見込みは立っていません。地元の観光協会によりますと、現時点でホテルや旅館のキャンセルは週末にかけてはそれほど出ていないということです。取材した観光客の多くは大涌谷以外の場所を訪れたいと話していました。一方でこの時期からの新緑のシーズンには、年配の方を中心に山の散策が人気です。こちらからもですね、遊歩道が続いていますが、立ち入り禁止となっています。中には5月中旬以降での旅行の予定を中止する人も現れていて、地元ではこの状態が長引くことへの不安が高まっています。